はいどうも、システム5山本です。本日はですね、昨日ソニーから発表されたレンズ SEL2070G というレンズなんですけれども、こちらのレンズが一部でめちゃくちゃヤバいと騒がれているので、何がどうヤバいのか解説していきたいと思います。簡単にスペックを説明しておきますと、まず引き側ワイド端ですね、こちらが 20mm、 そして望遠側こちらは 70mm になってます。シンプルに 20mm から 70mm で使えるフルサイズ用の F4 透視のレンズという話なんですけど、このレンズの何がやばいか、これですね、今まで標準ズームレンズといえば 24mm スタートっていうのが一般的だったんですよ。実は他のメーカーでは 20mm スタートの標準ズームレンズ、ソニーとしては 20mm 始まりっていうのは多分初です。そして何よりも G レンズというですね、高品質なレンズにしか基本的に G レンズっていう名前は与えられないんですけれども、ちゃんと G レンズの名前を冠しているということで、フォーカスに関してもソニー最新の技術を駆使したシステムがちゃんと入っておりますので、オートフォーカスのスピードは爆速で使え、さらにですね、このレンズ非常に近くまでですね、物理的に寄れるんですよ。でその寄れる距離なんですけれども、ワイド側でオートフォーカスの時に 0.3m、ズーム側では 0.25m まで寄れると。ちなみにマニュアル操作であればワイド側でも 0.25m まで寄れるので、めちゃくちゃ寄れます。いわゆるハーフマクロレンズのような使い方ができちゃうということなんですね。このレンズ1本で広角 20mm まで引けるし、ズームは 70mm まで寄れるというですね、1本で寄れるし引けるし物理的に寄れると、この3つを兼ね備えたレンズなのでめちゃくちゃヤバいと言われてるんです。で今までの標準ズームレンズのスタートが 24mm で、今回の新しいレンズが 20mm、 4mm でそんなに変わるのかって思う方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、広角側の 4mm 違うっていうのはめちゃくちゃ違うんですよ。ちなみに 20mm と 24mm だとこのぐらい違います。はい、全然違いますよね。 4mm の差っていうのはね、めちゃくちゃ大きいんですよ。でですね、他社で出てるレンズで 20mm スタートっていうのはどういうレンズかっていうと、20から 60mm っていうレンズなんですよ。 60mm だとですね、もうちょっと寄りたいっていう時にちょっと足りないっていう現象が起きるんですけれども、 60mm と 70mm だとこのぐらいの差があります。はい、全然違いますよね。ということで、このレンズ1本でほぼ全部完結できるじゃんっていうのがめちゃくちゃすごい。でなおかつ、G レンズなんで画質も非常にシャープでめちゃくちゃ使いやすいよと、これがヤバいと言われているゆえんです。もしかしたらですね、気になる方いらっしゃるかもしれないんですが、このレンズ明るさは F4 透視なのでちょっと暗いかもって思う方いらっしゃるかもしれませんが、動画においては F2.8 が必須とは私は思っておりません。特にですね、最近のソニーのカメラって非常に明るいですし、特に FX3 だったりとか α7S3 みたいなですね、高感度耐性が非常に高いカメラであればなおのこと気になりません。このレンズ1本でほとんどの撮影を完結できるっていう便利さがめちゃくちゃヤバいというふうに言われているわけです。これからも機材に関するですね、情報発信どんどんしていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。応援してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。